はい、皆さんこんにちは。今日もね、ちょっと道具の方をね、ご紹介していきたいと思います。最近ね、雪ばっかり降っててね、なかなか外の作業動画はね、撮影できないんですが、今日はね、久しぶりに晴れてます。はい、とても天気がいいです。で、ちょっとね、作業日和ではあるんですが、今日はね、ちょっと新しい商品の方をいただきましたので、そちらの方をね、ご紹介していきたいと思います。作業動画もね、ぼちぼち撮影はしてますんで、ちゃんと上げますんでね、まあ、できればね、見ていただければと思います。はい、じゃあ今日ね、ご紹介するのはこちらです。前回ね、シグマン様からご提供いただいたレーザー積み出し機があるんですが、今回はね、こちら、レーザー距離計という風になります。で、前回 CM701 のね、レーザー積み出し機、あちらを使ってね、この小屋を建てる前とかね、積み出ししたんですが、今回ね、新しい商品が出たということで、こちらの方ね、ご提供いただきました。ありがとうございます。で、このレーザー距離計、まあ一体どういうものなのかっていうと、実際ね、私も使うの初めてです。で、今回ね、2種類いただきました。で、Amazon で最近発売されたものなんですが、はい。で、こちらがね、なんて言うんだろう。レーザーレンジファインダーですね。レンジファインダー、レーザー距離計ということで、まあ、これがどういうものなのかっていうと、私ね、レーザー距離計っていうね、こう、レーザーのポインターが出てね、そこに、まあ、行くレーザー距離計ありますよね。で、そういうのはね、使ってるんですが、それはね、まあ、日中は実際ね、屋外では使えないんですね。特にレーザーが当たってるからね、ポイントなので見えないんです。で、そういう場合にね、まあ、夜とかになれば、そこにレーザー当てて距離を測れるんですが、日中の屋外っていうのはね、それは使えないので、ちょっとね、距離を測る際はね、難しいんですが、これはね、それを可視化できるものになります。まあ、そんなものがねあるということもねちょっと初めて知ったんですが、これが使われているのは結構ねゴルフで使われているみたいです。ゴルフ用の、まあ、レーザー距離計、まあ、専用っていうわけではないんですが、まあ、ゴルフ用にね、まあ、開発されたメインの用途的にはね、そういうものになります。で、今回ご紹介するのはこちら、CT800Y こちらです。もう一つがね、はい、これがねまたすごいんですね。ランクが一番上のモデルになるんですが、あれ本体に書いてない。はい、こちらです。 CT1000 Pro ということで、これがねプロモデルになります。はい、めちゃくちゃかっこいいですね。うん、このちょっとね水色っぽいような、ブルーのメタリックみたいなね、感じの表面です。で、表はねこんな感じになってます。レーザーがね出て、まあ、受光と発光の方でしょうかね、レーザー発光して受光すると、で、こっからね覗くことができます。で、作りはね、まあほとんど同じです。はい、こんな感じになってます。で、金額がね、2倍ぐらい違うんですね。で、このね2倍の金額の差、これが何なのかっていうのもちょっと見ていきたいと思います。で、もちろんね、何もわからない状態でレビューできないので、試しにね何回かね、使っております。で、実際に測ってね、やってみました。で、ただね、すいません、ゴルフをしないのでゴルフ場でレビューはできないです。で、まあ私の場合の、まあ、使用用としてはこの山で使ったりとかね、まあそういうふうに考えておりますんで、ゴルフ用の用途ではないんですが、一応まあこういうレーザー距離計というのはね、ゴルフ専用っていうわけではないので、結構ね、山の中で、測量したりとか、あとはこう狩猟する方とかね、まあ獲物まで何キロあるとかね、何メートルあるとかね、まあそういったもので調べたりとか、あとスピードをね測ったりもできますんで、まあそういった機能がついているので、まあいろんな分野でね、使うことができます。はい、で、まず違いがですね、 CT800Y これはまあ単純に800メーターまで計測できます。で、こちら CT1000Pro、こちらはね、その通り、1000メーター1キロ測ることができます。まず違いとしましては、その測る距離ですね、距離がまあ 800m、 あとこちら CT1000Pro に関しては、1キロ、まあ、1000m ですね測れるというふうになります。まあ、あと大きな違いとしてはね、これはね、液晶っていうのかな、黒い文字しか出ないです。うん、通常の、まあ、コスパがいいモデルですね、安価なモデルなんですが、これはね、黒い液晶しか出ないです。で、こちらはね、2色赤と緑のね2色の、OLED というね、2色のタイプの液晶 LED のね、表示というふうになっておりますので、ね、その分金額が違います。
はい、ちょっとね試しに覗いてみましょうかね。はい、じゃあボタンを押すと電源が入ります。難しいんですが、覗くとねこんな感じになります。であそこにね鉄塔があるので、鉄塔反応するかな。鉄塔にねちょっとやってみます。はい、出ました。 132m、132m というふうに出てます。今ね鉄塔までの距離がね、ここにあるこの鉄塔ね、132m というふうに出てます。で今度 CT1000 Pro でやってみます。あ、見やすいですね。やっぱりね液晶が LED が2色になりますんで、有機 EL っていうんでしょうかね、 OLED というタイプですね。はい、これカメラで撮るの難しいですね。ちょっとね明るくて見えないので液晶だけちょっとお見せします。実際ちょっとレンズに光当てちゃうとカメラが見にくいんで、こんな感じでね見えます。はい、でモードも変えれますんで、こんな感じでね、はい、まあこんな感じで2色の LED で見ることができるっていうのがこれ特徴ですね。大体のメーカーさんで、まあ高級モデルな方はね、こういった2色タイプの OLED と有機 EL のね、表示を使って見やすくなっております。まあこんな感じですね。はい、はい、じゃあね今ちょっと簡単にね、まあこの中のね映像というかね、どういう風に見えるかっていうのをやってみましたが、実際にちょっとね距離の方を測ってみたいと思います。はい、じゃあねちょっとカメラじゃ見にくいんですが、入り口にねコーンが2つ置いてあって、その横にね、赤白のポール、測量用のポールをね立ててピンクテープをつけておりますんで、そこまでの距離をね実際に測ってみたいと思います。まずね CT800、 はい、 37m ですね。はい、ちょっと見にくいんですが 37m、はい、 37.1 というふうになりますね。はい、じゃあ次ね CT1000 Pro いきます。はい、 37.5 ですね。出ました。ちょっとね光が反射してね見えないんですが、まあこういった感じでね、測量することができます。じゃあもう一箇所ね、見てみたいと思います。はい、じゃあ今ね、自分の山の土地のね裏の方に来ました。で先ほどね、ポールを立てました。ここにねピンクテープのついたポール、今ねちょっとズームできるようにスマホで撮ってます。はい、でここまでの距離、あとね高低差が見れますんで、それが実際どんな感じかっていうのをねちょっとやってみたいと思います。まずね CT800Y からいきます。はい、 15.1m となってます。ちょっとカメラだとね、ピント合わせるのが難しいんですが、電源ボタンを押しっぱなしにすると、随時測定モードとなって、モードがね、ちょっと変えれますんで、試しにね、ちょっとモードやってみます。で、このフラッグのついたね、モードね、このフラッグがついたモードは、こういった、旗とかをね、検知できますんで、これをやってみたいと思います。で、ちょっとね、このフラッグモードっていうんでしょうかね。ゴルフとかで使う、まあ、旗までの距離ね、ポールまでの距離が、何メートルかわからないときね、こういった例えば後ろに木とかがありますんで、どこを測定したらいいかわからないという場合ね、一番手前のモードを測れるというのがありまして、それがね、フラッグモードになります。で、それをね、試しに使ってこのポールに、ね、合わせてみます。電源ボタンを押しっぱなしで左右に振ります。はい、そうするとねロックされます。で振動がねブッブッてきますんで、こんな感じでね、はい、 15.5m、まあ、こんな感じでね、フラッグモードっていうのが使えます。これはねこの旗まで何メートルかっていうのをねできます。後ろの、木をね測量したい場合はね、木に向けてやれば測ることができます。22.7m で、はい、こんな感じです。
じゃあ次にね、CT1000 Pro やってみたいと思います。はい。そしたらね、フラッグモード。はい、ちょっと振ります。はい、そうすると、ちょっと難しいんだけど、13.1 メーターで、マイナス 2.7 メーターっていうのは、私がいる場所から、この目標のポールまで、高低差が 2.7 メートルというふうになります。こんな感じですね、表示は。うん、とても見やすいです。で、16.2 メーターと、その上に大きく書いてる 13.1 メーターっていうのは、これがね、ちょっと難しいです。ゴルフで、まあ、使うんでしょうかね。直線距離と、あとそこまでの、高低差を含めた距離というふうになります。はい、こんな感じです。まあ、こんな感じでね、何メーター下にあるかとかね、まあ、そういったレベルもね、見ることができます。はい、これがね、CT1000 Pro というふうになります。これはね、かなり使い勝手がいいと思います。あとは、樹高をね、見ることができますね、これね。ちょっと樹高を見てみたいと思います。今私の目線と、木の根っこの高さがね同じぐらいです。はい、ここから見てみます。見えますかね。11.8 メーターという表示があります。この 11.8 っていうのが、ここからね今測ったあそこのね上の距離です。ので、これがね木の高さが 11.8 メーターっていうのがね。これでわかります。はい。とても素晴らしいですね、これ。初めて使いましたけれども、すごいですね、これ。なんかコナン君になったような感じですね。今までこういったものを使ったことがないので、まあどういうものかっていうのね、今回初めて使ってわかったんですが、まあちょっとね、こう、高い、こう、フラッグシップモデルに関しては、こういう2色のね、有機EL のというふうになってますんで、とても見やすいです。はい。こんな感じで見えます。はい。で、ちょっと補足でね、先ほど説明したのがね、この図に載ってます。はい。実際にね、測った距離、ここはね、378メーターとなってます。はい。見えますかね。ちょっと見にくいんです。378メーターで、高さがね、193メーター。で、このね、実際のそこの測った距離まで、直線的に結ぶと425メーターということで、425メーターがね、ここに表示されて、その下にね、高さ、193メートルの高さというふうに出ます。で、角度もね、こうやって27度とかね、まあ、こういった感じで出ますんで、直線距離モードとかね、あとこの旗竿モードっていうんでしょうかね。はい。まあこういったまあフラッグモードっていうのもありますんで、これはね、そこの、ポールにめがけてね、ちょっとこう左右に振ってあげるとピピッとね、振動と、音で、振動でね、わかることができます。そこのね、旗まで何メートルかっていうのがね、見ることができます。はい。あとはね、ちょっとね、ゴルフの専用の機能がいろいろついてますんで、ちょっとそこの方はね、なかなかちょっと実践で使うのは難しいんですが、スロープモードっていうのがね、ちょっとゴルフの時にね、使ってダメなモードっていうのが、なんか、試合の時にね、使ってダメなモードっていうのがあるみたいなんですが、その際はね、このスロープスイッチっていうのをね、はい。こういったものをね、ついてますんで、そうすると、これね、で、スロープモード使ってませんよということでね、ロック、機能をね、ロックすることができるみたいです。まあそういうモードもあります。はい。ちょっと私はね、その機能は多分使わないんですが、まあそういった感じでね、直線距離、あと、その高さの距離とね、高低差、あと先ほど言ったようにちょっと樹高を見たりとかね、山の下から山の上まで何メートルあるかとかね、そういった高低差を見ることができます。はい。じゃあ今日はね、こちらシグマン様の、レーザー距離計ということで CT800Y と CT1000 Pro、こちらをね、実際に使ってみました。で、大きな違いとしては、まずこれ、このカラーのね OLED タイプというふうになっております。ここに載ってますね、スクリーン OLED ということで、CT1000 Pro、こちらのね、フラッグシップモデルに関してはそういった表示ができます。で、こちらに関してはね、通常の表示、黒い、文字のね、表示というふうになっております。はい。で、ちょっと今回はね、限られた機能でちょっとご紹介させていただいたんですが、実際にはね、あと速度を測ったりね、300キロまでの速度を測ったりとかね、まあそういったことができるみたいです。ちょっとね、試しにね、やってみたんですが、ちょっとね、なかなか測定が難しかったです。まあ慣れればできると思うんですが、まあそういった
速度の、ね、測定モード、こういったものも、ね、ついております。あとフラッグモードとかね、ゴルフ傾斜補正モード、あと垂直水平測れるモードね、あと直線通常の直線距離モードということで、することができます。で先ほどのフラッグモードっていうのはこれですね、フラッグポールモードってやつですね。でこれがね、後ろに木とか、景色がある場合ね、どっちをまあ測りたいかわからない場合はね、このフラッグポールモードっていうやつでね、これで左右に振ってあげるとその旗がロックされて、そこまでの距離が、測れるという風なね優秀な機能がついております。まあ大体ね他のメーカーさんの、レーザー距離計も同じような機能でした、私が調べた感じではね。はい、じゃあ今回はこちら、シグマンのね、CT800Y と、CT1000 Pro、こちらをねご紹介でした。これからねちょっと山のね、開拓をするにあたってユンボとかを使って、土地の高低差をねこう合わせたりとかする作業が出てきますんで、まあ、そういった時にね大まかにこれで、まあ、大体何メートルぐらい高いのかなとかね、あの赤白のポールとかを刺してみて、何メートル高低差があるとかね、まあ、そういったのを見ることができると思いますんで、またねちょっと使う機会があったらねお見せしたいと思います。はい、じゃあ今日はねシグマン様のレーザー距離計のご紹介でした。ありがとうございました。